うまい。いつものラタウム。うなー。ホロライブ4期生、ひめもりルーナ、今日はダークソウルリマスターどうやるのだ。今日は多分犬の先のボスのとこに行くなのだね。なあ。あのね、なんかね、ルーナ怒っても多分ね、みんな怒ってるって思ってないと思うのだ。ぶっしゃーん。そんな気がするのだ。ぶっしゃーん。今全然怒ってないなのだよ。なんだろうな。なんか怒ってもみんな。ワンワン。ワンワン。やめろワンワン。え、ルーナでも怒ると、なんかブーブーしてるかも。ブーブーしてるときは怒ってるとき。ブー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 。なんか。あれかな。あ、これチューだ。ブーじゃなくてチューだ。あ、ここでいいんだ。ここだな。じゃあちょっと、ボスに行ってくるなのだ。チュー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 。あ、これどうやって倒すの？強い。だってガードできないし、ちょっと動けないなのだけど。死んでしまったのだけど？ねえ、なんか全然怒らないなのだね。さっきのやつは、多分、上から倒すやつなのだ。んなぁ。プッキンプリン。でも、ルーナもね、さすがにね、6時間とか倒せなかったら、プッチンプリンすると思うのだ。プッチンプリンはね、多分、そんなしないと思うのだよね。でもね、多分、本当に倒せないとき、ふーん、ってなると思う。6時間誰でも切れる。あ、ルーナね、パリーができないなのよ。フリアータ先輩めっちゃパリー上手くてさ、びっくりしたのよ。痛い。ここから、こう行って、こう行って、こう言って。あれ失敗した。どうちゃん、なんか、ジャンプする。え、ジャンプ攻撃するんじゃなかったっけ。あれ違う。どうやってやるんだ。どうやって倒すかわかんなくなってしまったの。倒せない。まず犬を倒してから、上から落下攻撃で倒す。OK。犬とカメラが最大の敵。痛いの、こう、ワンワンで挟まるのどうにかしてほしいの。ああ！ちょっとやいやいしてきたのよ。挟まるなのらもう。もう、なんなのらもう。左から回るとワンワンと、なんか、ヤギみたいなやつに引っかかる気がする。右から回っていくなのよかな。なんでジャンプ攻撃しないの？邪魔。
行くぞ。やはり右からだな。なんで右から行ったじゃん。縦ガードすればいいの？もう。もう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 。なんで？なんで？なんで？ここってないなのら。ふん、ふん、ふん、ふん。痛い！うん！くしゃ、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 くしゃ。ガードは厳しい。回避するの？回避。ルーナに回避。受けると思いか。ルーナ、この敵嫌いなのよ。なぁ。まだチューチューしてないから怒ってないなのよ。ない！逆なのよ。乗り回避。いやだー、ロックこっちにしちゃった。回復。いった！シュッポンポンなるなのよ、ルーナ。見て、これで行くなのよ。これで戦うなのよ。えへへ。センシティブ。行くなのだよ。これもう、ほとんど通りね。はい！ちょっと回復。耐久配信になります。このボスを頑張って倒すなら痛い痛い、やめろ、ハマったハマった、あーいやふにゃよいしょ。犬は倒していく。わかったなら、みんなのアドバイスを受け、ルーナは立て、わへわへわへつまったなんだなら、こんなところで。ちょっと待つなら、これはひどい。
い。さすがにひどい。なんかルーナ、最初みんなにうまいとか言われたけど、ご覧の通りなのだよ。ルーナね、全然下手くそなのだよ。みんな、ルーナはゲームが上手くないなのだよ。なんでお前はいつもそこで邪魔するなら。喉がえへんえへんしちゃう。ポンコツなのだよ。だからね、みんなうまいって勘違いしてるのなのよ。全然うまくないなのだよ。くどー。なぜ、あ、これは死んだ。流血まで。あ、あれ？なんかさっきよりも全然スムーズにいけないね。あ、ちょっと待ってください。ちょっとルーナちゃん。ルーナちゃん心折れそうなのよ。なんで？なんて書いてあるの？ What are you trying to achieve, ひめむりルーナ？ Achieve？ Achieve って何なのだ？メッセよ！よし、いけた。行くぞ。はい、早く。ふい！ふい！ほい！来た！ローリングシャムスター。ローリングシャムなのよ。
ら。ロックしちゃダメなの。すごい迷い。やりづらかったの。なんで。
助けてほしいのだ。うなー、すごいこっち。お、あ、なんかワンワンが滑っていった。なんかラムの言葉使っちゃったじゃねえか。やばい。あしたにいたのか。ちょっとルナ、ダンクショーヤイヤイしてきたから、キャッチンプリの言葉を使っちゃうかもしれないの。それではいけませんので、もう少し正しい言葉を使うのです。
これ使ってるもん。だってどうって倒せなくてちょい出ちゃっただけだもん。いけませんどっちは。あなた様のお父上とお母上からしっかりと見るように頼まれているのですが、あーやめてきー。羊が拡大しちゃったのよ。怒って、ルーヌが口悪いこと使っちゃったから怒っちゃった。危ないのよ。落ち着くのよ。そう、ルーヌはね、みんな、ルーヌがお口悪くなったら、ちゃんと止めてほしいのよ。ルーヌ多分また、もっとすごい言葉使っちゃうかもしれないから。ハッピーハッピーアムハッピーハッピーハッピーエビシー。